短い足で頑張ってます。短い足で頑張ってます。短い足で頑張ってます。シャチホコ昼寝。はい、こんにちは、なちゃんです。なちゃんです。さあ、ここは高知城の近くのコイン駐車場に着きました。はい、はい、ここから、ちょっと街を見ながら進んで高知城の方に進んでいこうと思います。はい、高知城もあれですね、現存天守閣12条に選ばれてるお城なので、もうこのまま順調に12条制覇かな。うん、さあ、こちらが高いんだけどそう、高知城のところの、まあ、駐車場ってやつなんだけど、高いんだけど1時間で370円だから2時間多分かかるのかなって考えると、うちら多分3時間4時間いるよ。そんなにいるの？多分いつも。ああ、そっか。ねえ、やっぱちょっと歩いてでもコイン駐車場の方が安い、ね、気分的にいいよね。うん、でも目の前っていう利点はあるけどね。まあまあそうだね。うん、まあこんな感じです。はい、あ、ちなみにコイン駐車場の方はうちが止めたところは0時までは600円っていう最大料金というところです。あれ、今どこなの？今ここ。あ、今ここか。ここから歩いて行って赤いルートで回っていくとお城に行けますと。結構高知城って大きそうだからな。広いだろうね。あ、ほら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 、広いだろうね。あ、ほら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 、むっちゃんね、ゲゲゲゲだね。52ドートだって。そんな高低差マジねえ。はい、ちなみに高知城は420円ですね。18歳未満無料っていいね。ほう、地元の子めっちゃ来やすいじゃんね。高知城ってね、もともとね、大高坂城って言われてたんだって。あ、そうなんだ。うん、あれだね、南北朝時代の。あ、じゃあ室町前半。そういうことだね。結構昔なんだね。そうそうそう。でほら、戦国時代なんかはさ、長宗我部元親がさ、この辺一帯を統一して、やっぱ歴史あるよね。うんうん、その中での現存天守閣なんだね。そうそう。であれですよ、江戸時代だとさ、今度土佐藩の藩長が置かれたのはここじゃん。わかっちゃん、あれ知ってる？あれね、石土井って言うんだって。ほうほうほう。高知県ってね、うん、なんか日本全国でも結構雨が降る地域みたいで。ああ、そうだろうね。そうそう。で、高知城もね、排水に気をつけてるっていうことで、この石土井っていうのは、そうそうそう、はいはい、直接石垣にね、当たらないようにしてるんだって。ああ、そういう意味で飛び出してるのか、これ。うん。他のお城では見ることができないんだってさ。ああ、確かに今まで見たことないかもね。ね。うん。これもしかしてさ、姫路城に近いんじゃない？結構登るパティーニか。あー、結構とんがってる感じだね。うん、一段割と高いね。そうだな、ちょっときついかな。ちょっと入っていきましょう。はい、門っていうところ。へー、うわー、これは頭ぶつけるわ。これを作ることによって、うん、ガーッと攻め入れられないように道を細くしてるんだ。あ、わざとね、そういう風にね、いろいろお城ごとに似てるんだけど、うん、ちょこちょこやっぱ違うよね。やっぱ特徴出るね。うん、面白いね。へー、こうちゃんと下駄箱があるのもね、珍しい。めっちゃ珍しいのか。わあ、こっ
っから回るといっぱいあるね、展示物がね。本当ね、うん、おお、すごーい。光明月寺のあれだ。あ、ドラマのやつね。うわ、カゴだよ、カゴっていうか大きい家紋だな。天守閣の中に、うわ、資料の数がすごいな。ねえ、いいね。こうちょうどお城を作っていた時のこう様子がこうジオラマになっ てなんか分かりやすくなってていいね。ここね、引っ張って上げられるんだって、床が。で、床下倉庫、床下収納になってるらしいんだ。で、これ他のお城では見たことないんだけど、水がさ多い地域っていうことで、もしかしたら食糧難とかがあるから、ここで貯蔵できるものは貯蔵したのかなって思って。このむっちゃん結構きつくない？これ。あ、でもすぐ上か。3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90,91,92,93,94,
あ、行けたね、すんなりね。あ、そういう意味ね。12畳の天守閣もこんな形で独立とか複合連結とか複合連結とか連立とかいろんなのがあるんだね。右側通行だって。あ、これさっきよりもきついね。あ、本当。そうなの、そういうことなんだ。足が短いからとかじゃなくて右側通行が苦手なんだ。絶対嘘だろう。おお、ここもしかしてここが天守？天守閣。おお。屋根にさ、緑生えてんの好き。可愛くない？はい、はい、ということでね、現存天守閣には本当にいろんな歴史があって、うん、今こうして楽しめてるってことが分かりまして、次のお城に行ってみますか。行ってみますか。はい。